皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、J ですね。ルナシーのベーシスト J についてお話しさせていただきます。今回は J さんですね。前回イノランド、前回そうですね、そうですね、はい、まあ、J という男についてじゃあ J という男についてね、私たちが持てるトーク力を持ってね、そうですね、また語っていこうかなというふうに思っております。はい、まあ相変わらずお決まりの印象ですね、はい、ああ印象ですね、 J の印象ですね、最初の印象ですか。はい、マサさんはどんな感じですか。まあメンバーの中では、はい、あのクールなんだろうなっていうイメージですね、最初は。あのキャラの位置的とかにも言うと、うん、まあ喋る印象ないですもんね、うん、やっぱりボーカルのね龍一さん、うん、で、まあ、深夜さんはそんなもう初めて知った当時はルナシーをすごいああいう喋る人とは思ってなかったんで、うん、あまあまあそうですね、うん、やっぱ杉蔵杉様と龍一の、うん、が前面にこう、まあそうすね、かなり出てるっていうイメージだったんですね、バンド的にね、うん、はい、だからやっぱベースじゃベースなんで、うんうん、やっぱ核となる部分じゃないですか、うん、まあ、ベーシストっていう立ち位置からしてもなんかこう俯瞰で見てるような感じだったかなと思った、はい、うん、確かにね、クールな感じなんだろうなっていう、まあそうっすね、印象ですね、うん、クールな感じですね。シュウさんはどうでしょうね。私はねもう完全にね、あのね、うん、悪ですね。ああ、まあ後々のねJ も含めてってことね。そう、後々の J も含めて、うん、最初はどうですか。最初は、いや最初っすか、ええ、私は今最初のイメージいましたからね。俺最初から悪い人だなと思ってましたけどね、かなり悪いなと思いましたけどね。最初俺もそれか、ルナシーはファイナルアクトなんですよ。あ、そっかそっか、あ、じゃあ悪いわ。悪いっすね。わーわーって言ってるから悪いなと思って、うん、いきなりそれ見ちゃったまあちょっとね、J ファンはちょっと申し訳ないですけど、俺はもう印象はしてからしてもあのでかいじゃないですか、J って。そう、身長高いんだよね。身長180ぐらいあって、あ、でまあ正直見た目も結構なん、まあ、いや、いかついですよ。いかついじゃないですか。いかつい。いかついのに、あの声だから余計に悪い。もう、ワールドだわみたいな。そう、まあそうですよね。そうそう、いけるかーみたいな。聞こえるかーとかって言ってた、わーみたいな感じだから、声の出し方がね、もう声も悪いんだ、もうそのまんまですよっていうのがまあ俺のその第一印象ですけど、まあ、今思うと、はい、いや J ってやっぱりこうなんだろうな、まあ年食ったか、まあ、年取ったからってもあるけど、結構丸くなったじゃないですか、やっぱり今は。で結構よく喋るし、まあ、そう感じるね。そう、なんか、うん、まあ、当然しっかりしたっていうか、そうだね、なんかね、コメントとかも結構なんか分かりやすいんですよ、J が。ああ、はい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 。そうだから、ああ、なんか話し方も、まあ多分その年齢重ねてってもあるう、まあ、そうだろうね、うん、あの喋り方もね、うん、あの笑いながら最近喋るでしょ。ああ、そうです ね、そうそう、結構穏やかな感じです。あ、まあ、だから本当そっから考えると、うん、やっぱ今 J すげえやっぱ穏やかで、そうだね、穏やかさ出てるね。結構喋ると面白いんですよね、 J も。そうだよ、なんか俺あの、まあ、ちょっと話変わりますけど、はい、あの昔、あの TM レボリューション、まあ、西川さんが、西川さんね、はい、そう、西川さんがなんだっけな、タイトルあれ、西川貴教の、ね、動画ニコニコでやってたんですよね。ニコニコか、そう、家飲みだったかなって番組 で、あ、で結構ルナシーメンバーが出てたんですよ。出てたね、うん、それであの俺 J が何かが出てて、あ、そう、 J の回結構見てたんですけど、はいはい、めっちゃ面白かったですね。いや、あれは面白いよ。あれめちゃくちゃ面白くて、うん、TM さんの仲がいいから、そうだね。そう、でその TM さんがあのソロになる前に V マギーっていう番組で、あ、はいはいはい、でもうまくいかなくて、うん、であの腐ってたと、はいはい、1年ぐらい腐ってて、でポップジャムかなんかで、うん、偶然会ったんですって、ルナシーが出て、あ、はいはいはい、多分ビリーブぐらいかな、あ、最初なんか最初本当に最初ね、でその時 J が俺西川に出会ってさ、めっちゃ嬉しくてさ、ぶん殴ったんだよねとかなんでぶん殴そう、で DM がなんか本当こいつ頭おかしいでしょみたいなぶん殴られたんだけどみたいな話して、そう、めっちゃ笑ったんですけど、嬉しくてぶん殴るって危ねえぞ、危ねえぞそうそう、だ結構だから情に熱いらしいですね。だから、あ、そうだからね、あのね、うん、そう、硬派っていうイメージが強いのよ。そうですね、そうそう、硬派ですね、うん、そう、なんか絶対にこう許せないものは絶対に許さないみたいな、うん、そうですね、まあ、あるし、そう、曲がったことは嫌いみたいな、あ、そうだね、うん、まあ、確かにそれは
確かにそれっぽいなと思いましたね、うん、なんか本当に情だけで生きてるような感じみたいなの言ってたから、あ、それ超わかるわ、わかるね、うん、そうそうそう、なんか冗談があまり通じなそうっていうイメージかなあ、まあそう、ね、特に昔はね、昔はね、うん、そうそう、もう変なこと言ったらすぐなんかちょっとやられちゃうんじゃないかな、ぶっ飛ばされそうなね、そう、うん、まあだから情に熱い、まあ、優しいとは思うんですけどね、だからそういうことですよ、だから結局、ね、うん、多分そういうことなの、そうだから、そういうなんかそういう番組見せて、うん、J のその今の印象っていうか、うん、まあ思いましたよね、だ結構うん、ほらルナーフェスとかでもさ、はい、あれってこう各メンバーが、はい、あれあか2回目のルナーフェスか特に、はい、声かけしてたでしょ、あ、はいはい、そう、なんか自分たちの1回目も多分そうなんだけど、知り合いみたいな、そうそうそう、 J は9ミリ呼んだりとか、誰が誰呼ぶとかって結構あったじゃん、ありましたね、うん、そうそう、だから J は結構その後輩の人たちになんかすごい慕われてそうだなっていう、うん、そう、なんか、うん、兄貴、そう、兄貴、兄貴って感じだよね、兄貴なんですよね、そう、そう、ルナシーの兄貴的ポジション、そうそうそう、マジでザ兄貴って感じですよね、すごい下に年下の人に優しくして、優しくして、面倒見が良さそうな、良さそうだよね、感じはしますね、うん、それはめっちゃわかるわ、うん、熱くて、そう、面倒見がいい兄貴みたいなイメージですよね、そうそう、だから最初悪だなと思ったところが、まあ今ルナシー知ってては、はいはいはい、そういう風になりましたよね、なるほどね、そうそう、ヒデとね、ヒデさんと仲良かったでしょ、ああ、よかったですね、うん、まあそう、当然ね、だからそういう、うん、その時のエピソードとかも結構いろいろ知ってるし、ああ、そうなんですね、うん、ヒデにヒデにって言ってたぐらいだからね、あ、うん、タトゥーを、はい、入れてお揃いでね、ああ、そうなんですね、してますからね、へ、はい、まあ、ルナシーではね、はい、ほら、イノランとも同じ地元でさ、はい、ああ、そうですね、中学時代からかな、一緒にずっとやってるんだと思うんですけど、はいはい、まあ、要はそのお二人のバンドから始まったっていうわけじゃないですか、うん、そうです、で後から、ね、後から杉様とか、うん、新谷さんとかね、龍一さんが入ってきたっていう、うん、もう要はメインの、まあね、メインっていうかもう基盤となってるお二人じゃないですか、まあそうですね、ジェイとジェイとイノランはね、うんうん、だからそれ二人でずっとね、うん、こう今まで、うん、まあ、ルナシー自体そのメンバーも変わらずに、まあ変わってないですね、やってこれてるっていう、まあ、だから収、ね、幕はしたけどもっていうね、うん、ああ、イノランとJがいなければルナシーがいないっていうのが、まあ、一番が大事なとこっちゃ大事なとこっすね、ですよね、うん、まあ、だからメンバー5人も言ってましたけど、はい、俺ら5人が揃ったことが地元でね、うん、同じ、あ、はいはい、奇跡なんだとは言ってました、ああ、まあ、確かにそれはすげえなと思いますけどルナシーのベースって、はい、なんて言ってんのかな、テクニカルじゃないんですよ、テクニカルよりももっと大事なことをやってるとか、はい、まあ、その J はそのグルーブ、はいはい、グルーブ命みたいな、ああなるほどね、なんで、うんうん、そう、だからまあなんそのテクニカルなベースも J はぶっちゃけなんか昔なんか、うん、練習でしたらしいんですよ、はいはい、そうそう、だからミスタービッグとか、ビリシンとかも弾ける、あ、ビリシンね、そう、練習したんだけど、だから弾けるようになってもだからなんだみたいな、あ、もっと違うところ、なるほどね、まあ確かに言われてみればそうだね、スラップとか、うん、やんないです、別にやんないですもんね、やんないですね、あ、だからそれなしの曲でスラップ多分ゼロだと思うんですよ、ゼロかな、多分ゼロっす、ね、指弾きでバラードで指弾き、 I4U とかで、まあそうですね、指弾きやったりとかっていうぐらいですもんね、指はあるんですけど、スラップは多分ないと思う、ないよな、うん、ないないない、多分、うん、ないよ、見たことないよ、ないですもんね、そう、あったらまあごめんなさいだけど、まあ、そうです、あったらごめんなさいね、うん、だからこの要はグルーブを重視したベースで、特にルートをしっかりとこう打ったようなベースだ、なるほど、はいはいはい、なんかこうめちゃくちゃうまいことがなんか伝わるというか、あ、なんかこう欲しいところで乗ってくれるベースが来るっていうのがあるんですよ、だからこう多分同じようにこう J が弾いたのと、はい、はいはい、違う人が弾いたのだと全く当然出ちゃうんですけど、なんか前ほらエンドボソローで某あれ見たじゃないですか、エンドボソローですか、エンドボソローのコピーしているバンドがあって、うん、ああ見ましたね、見たじゃないですか、はいはい、やっぱエンドボソローのベースってめっちゃむずいんだなってあの時思ったんですよ、あ、特になんかこうなんか J が弾いてるのと当たり前ですけど、はい、そのコピーした、まあ、プロの方がコピーしたやつなんですけど、はいはいはい、いや出し方ですよね、だいぶ、そうそう、だいぶまあ、だいぶ申し訳ないけどひどいなって思って、まあちょっとね、うん、そうそう、やっぱだからこの、ねね、リズム隊との兼ね合い、まあ、そのドラムの兼ね合いだけども、まあ
いい位置で J はちゃんとこう音を当ててくれるんですよ。そうなんだよね。そのプレースタイルが、うん、多分、ね、相当難しいと思うんですよ。はあ、なるほど。そうそう、深いっすね。うん、いや俺ベースじゃないからそのあれですけど、タイム感っていうのかな、まあ、それって多分本当に、うん、練習しなきゃ本当に養われないから、はいはいはい、そうだからそのバッチリ来たいところに来させるベースを弾ける人っていうイメージかな、ちょっと伝ってなくてもいいですけど、まあ、なかなかうまくお伝えするのがこれは難しいですよね、うん、そう、だからベーシストの人が語った方がいいっすあ、まあそうでしょうね、まあ確かにね、そうそう、うん、なんですけど、そうだからそういうテクニカルなところじゃないですね。どっちかっていうと、はいはい、もうしっかりもう、うん、そう土台を作るところのグルーブを命にしてるベーシストなんで、そういうプレイスタイルは、うん、すげえかっこいいなって思いますね。そうだよな。だ結構なんかみんな憧れるのは分かりますよね。なんか結構多いですよね。多いですね、うん。やっぱ J に憧れてベース始めましたけど、相当特に俺らの代か、そうだよね。まあ、30、40代はやっぱ。きっかけになる人も多いんじゃないかな。まあ、またあの見た目でねワイルドな感じでベーシストっていうところが、そうなのよ、そう、またかっこいいですよね。そうなのよ、なんかベースっていうところが、なんかまあ J はベース始めのきっかけが、はい、あの他の 人がみんなギターとかやりたがるところを、うん、他のチームの同じことがやりたくないからベースにしたってだけ、まあそういう理由もあるんだ、理由があるんですらしいんですけど、まあだからまあでも確かに J がベース以外ってあんまり印象わかんないんだよな、もう J がずっとベースやっちゃってるからまあまあそりゃそうだよね。そうなんですよね。ああベースの人はベースってイメージがどうしてもなんか、そうですね、強いですよね。ああベースのプレイスタイルはそんな感じかな、俺が思ったの。なるほどね。そう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 、アンプがこの マリアか、ああマリアだね、そうそうそう、うん、あのアンプもなんかちょっとやっぱあれはもう特徴ありますよ非常に、特徴的ですよね。そう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 、結構長いのかなあれね。結構長いんですか。確かソロとかでも普通に PV でやってます、ね、出てくるしね。そうそうそう。俺がでも一番最初に知ったのいつだろうな。あれワンナイト。ワンナイトジャブかな。俺もワンナイトジャブなんだよな、うん。そう。その前やってたかな。わかんねえな。多分やってなかったと思うんだよな。と思うんだよね。そう。だから終幕してからその間に何かあったんですね。マリアつけようかな。わかんないですけど。マリア。アンプにマリアだから、マリアですか、ね、派ですね、危険ですよ危険ですね、危険な男です、ね、マリアを選ぶわけですからね。そうですね、これはもう私が有料してる限りマリアは危険です。危険ですね、はい、それがまだ似合うんだな。似合いますね、うん、なんか見た目からしてやっぱこうね、革ジャンバイクみたいな感じじゃないですか。あ、じゃあそうですね、ファッション性のお話しましょうか。じゃあ今の時も言いましたけど、あ、そうですね、どうですかファッション、いろんじゃないすいません、J のファッション、 J のファッション、だからもうほんと革ジャンに、うん、もうハーレー乗ってるみたいな、でサングラスみたいな。私はね、シュウさんはあの服装とか、はいはいはい、イノランよりが好きじゃない。好きですね、うん、あのモード系モード系どっちかと強い感じですよね。そうですね、私は J さんよりなんですよ。ああ、ちょっとワイルドファッションですね、革ジャンとか、革ジャンに、うん、あとアメシャ好きでしょ。アメシャですね、ムスタングから乗ってましたよね。マスタング乗ってね、マスタングフォードマスタング、うん、あとハマーとかも今は分かんないですよハマーとか、ハマー H2 かな、ガッツイだ、うん、あとなんだっけな、何台か持ってたりした時があったらしいんですよね、はいはい、今も持ってるのかもしれないですけど、はいはいはい、ハーレーにまたがって写ってる写真とかも、うん、あ、あります、ね、見たことあるし、うん、青いハーレーだったな、ね、青いタンクだね、そうっすね、うん、だったね、その写真はね、またまあぽいなっていう感じしますよ。もうだからぽいよな、そう。ああ、グラサン、革ジャン、ハーレー。ハーレー。ザですね。期待を裏切らないです。ハーレー似合うな。似合いますね。体大きいからまたさ。体でかいですからね。うん、あれは確かにそうだな。で、あのほらリブート行ったじゃない。はい。2010年でしたっけ？東京ドームですか？はい。あの時に、ええ、あの袖が黒に。ええ。あのこの胸とかの部分が赤 このスタジャン着てた、まあ、スタジャン着てましたね、はいはい、あれがまた俺好きなのよ。あ、俺もあれ好き。あれいいよね。あれいいっすね。 あうん、あれはかっこいい。で髪型も好きでしょ。あれ結局そうだから、その見た目の話をすると、うん、まあ、ファッションにつながるから見た目の話もしますけど、まあ、俺はね、その見た目が一番好きなそれなんですよ。あ、リブートの、リブートの、あ、そうなんだ。俺はもうあれが一番 J が好きなんですよ。へえー、髪型、うん、もう全部の髪型の中で、あの
なんつまあちょっと鬼太郎っぽいなんかこう横で分けてちょっとなんかこ う, そうちょっと、ま、あの目にかかる目にかかるぐらいのそうそう黒髪のこの横分けみたいな、うん、横に流した感じ。あそうだね、まあ、あの J が俺一番好きっす、ね、めちゃくちゃかっこいい。あそうなんだ。お前全然断トツで一番好きっすね。あそう超かっこいい。トータルで一番好きなんだ。トータルで一番好きっす、ね、へえ。だからあのスイーテストの時話したかな。スイーテストコーマの時のあの J です、ね、ああ話したかもしれないな。そう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 、あの手を振ってやつ、ね、そうそうそう、あの時の J の、 あの髪型、はいはいはい、もうめちゃくちゃかっこいいっすね。一番好きっす、ね、ああそうだったんだ。そう私はね、マさんは、はい、真冬の時の J が最高にかっこいいっすね。昔なんですね。ロン毛ですね。ロン毛金髪ですか。ロン毛金髪花ピアスですか。ああん時の J はす一番好きなんだよ俺。見事に分かれますね。ああイドランは、トゥルブルぐらいまでかな、エデンから。でしょ、そのあの髪がこう、そうちょっとボーンってなった感じ。そう、ボーンになってる。ボーンですね、爆発した。そう、J は真冬ぐらいの時の。だやっぱ全然違うんですね。俺、イドランはもう、イドランはもう、俺、化粧、だからね、俺、ぶっちゃけビジュアルスタイルにあんま興味なくて。ああ。ビジュアル系の歌は嫌いじゃないけど。はいはい、ビジュアル系 の, そのメイクとか俺正直もう今だから言うけど別に興味ないんですよ。あだからもっとこうなんか化粧を落とした後が好き。落ち着いた後で言ったんですよ、ね、そうそうそう。だからその J って顔出し的にも 見, た、うんまあ、その見た目的にも、はいはい、俺あんまビジュアル系がそもそも似合ってないと思ってましたから。そのメイクとか、あまあ確かに金髪とかがうーんなんかなんかちげえなって思ってました。まあイノランとか杉澤マーに比べるとうんまあ、もちろんその髪型も全然違うし、うん、当時もねなんかこう顔が綺麗系だったら結構入るんですけど J って結構なんかワイルドじゃないですか。ワイルド系だね。そうだね、うん、だからねいやまあその当時ビジュアル系がめっちゃブームだったからっていうのもあるけど、うん、だからこう俺ね J のロン毛もあんま好きじゃないんですよね。あそう俺あんま好きじゃないんだよ。最高ですよ俺今結構ロン毛が多いじゃないですか。ロン毛多いですね、まあ、基本ロン、うんまあ、髪長い方が多いのかな。ミディアムぐらいがいいんだよな、J は。あれ今、今は長いんじゃないですか。今長いか。今は長いと思いますよ。そう今長い。長い方か。Twitter とかのアイコンとかも長いし。ああ金髪とかするじゃないですか。ああやめてほしいんですよね。あ、そう。うん、金髪、まあ、ちょ金は今あれですけど。なんかね、いや、昔のその、初期結構初期も金髪とか、なんか金髪の髪短いとかあったら結構かっけえなと思うんですけど。ああ髪短いときあったでしょ、ね、金髪。ありますよ。だからそれファイナルアクトとか金髪で短いじゃないですか。ああだからまあその真冬の時のね、うん、J は一番好きですよ。好きなんですね。まあでも多分そっちの方が好きっていう人が多いかもしれないですね、うん、まあ私はね、うん、まあこれはもうもちろん年齢差によってもちろんありますから完全好みなんで、ええ、俺はもうバリバリメイクなしの感じが全員好きなんで、うん、でまあ、あと J っつったらね、まあ、あのライブだとやっぱりあのロージアでねマイクぶん投げるって、ね、そうですね、まあ、あれがやっぱ定番じゃないですか、うん、いやあれはまあほんと毎回やりますけどもやりますけどね、まあ、私たちね初めてルナシーのライブ行ったのは、まあ、何回もお話してますけど、うん、2010年のリブートなんですよね。そうですね、うん、でそこで初めて、はい、そのロジアでのマイク投げを見たわけですよ、そうですね。どうでしたか。大興奮でした、ね、爆笑でしたね。大興奮&爆笑だよね。爆笑でしたね。爆笑っていうのはそのバカにしてる笑いじゃなくて、そうそう分かってますよ。めちゃくちゃ楽しめる笑いですよ、ね。いやーもうすごいっすね。あれだけであんなテンション上がるってどういうことよ。あれだからいつからあれを投げ出したのかなって気になりましたけどね。いつからあれやってるんですか。ロージアリリースしてからやってんのか。でもそれじゃないですか。そんずくやってんのかな。多分やってんじゃないですか多分。やってんのかな、ええ。だから結局あれロージアのあのね英語の部分は。いやまあそうだね、自分への遺書みたいな感じで。そうですね。そうそう。で、まあ、あれを言った後に、エグゾトークがブワーンみたいな感じで。そう。ライブだとね、その会場の。会場の名前を話す。名前言ってね。叫ぶ。あそうそう。まあ、その、あと楽曲ですね。J の。はいはい。J の作る楽曲って、まあ、俺のイメージですけど、うん、まあ、ロックな感じ。ああ、そうですね。私もそう思いますね。そうですよね。はい、手が多いなっていう。うん。でやっぱそのさっき言ったロージアとかは、はいはい、そうなんかそのくだらない自分に葬式をあげるっていう意味で作ったって言って、最高ですよね。それさ、
それ知った時は本当に すげえなと思ったよ。だからある意味なんか、まあ、真面目なんだなと思いました、ね、音楽に対してもすごいな、すごい悩んで悩んでスランプになって、そのそんなくだらねえ自分に葬式を受けた歌がロージア、すげえよな、かっこいいなと思って、ね、いやかっこよすぎでしょ、かっこいい、そう、それで PV で棺桶が出てくるっていう、そう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 、そうだったのかって、そうそう、そこにつながる、あとでわかるじゃん、そう、かっこいいよな、だから、まあ、J の代表曲って言ったらやっぱロージアか、シングルが、シングル、そうだね、うん、トゥルブルですか、トゥルブルかね、そうそう、だからすごいルナシーでも結構中核を担うぐらいのこの曲をいっぱい作るっていう、そうですよね、そう、まあ、あとはアルバムだったら、まあ、クレイジーアバウトユーとかね、パッツリ君の、ああ、はい、J ですよね、あれも、あれは確か作詞も J だったかな、確か、マジか、そう、作詞も確か J だって間違ったら申し訳ないですけど、まああれですよね、あの、うん、杉蔵と龍二が一緒に作るとか、うん、まあ、それ今ね、クレイジーアバウトユーで J と一緒に作るとかっていうのも中にはありますからね、うん、そうですね、はい、うん、クローサーとか最近、まあそうだ、最近で言えばクローサーとか、そうね、まあ、そのロックナンバーですよね、とにかくなんかこうキャッチーな、だからアビジョンとかもね J だし、そうだね、そう、うん、イケイケノリノリロックンロールは、そうだね、 J のお箱みたいなね、ジエンド・オブ・ザ・ドリームとかね、そうですね、うん、そうそうそう、かっこいいっすね、そうなの、うん、だからそう考えたらかなりメロディーメーカーな、そうだね、必ずこう、うん、ライブでも盛りあ、みんなで盛り上がるような、そう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 、曲をね作りますね、うん、作りますよね、ウィッシュなんか、ウィッシュもそうだね、ウィッシュ、そうだね、うん、そうだね、やっぱトゥナイトか、トゥナイトの、はい、まあ、トゥナイトは自分でカバーしたりしますからね、はいはいはい、そうそう、トゥナイト、そうだね、ライブでね、うん、そうだね、 J のトゥナイトも結構いい味ですね、あ、いいっすよあれ、うん、うん、いいっすね、メロコはまあ、パンクっぽいから、ね、ああそうだね、 J の声に合ってる、合ってる合ってる、うん、そう、 J の声質にはめちゃくちゃ合ってるね、サビとかも結構合ってるよ、ね、そうそう合ってますね、うん、そうそう、ベースを弾きながら、うん、そう、まあそんな感じでね、はい、まあ J の J という男についてお話をさせていただきましたけど、はい、うん、まあもう本当にね、うん、もうすっごいもう J が好きでたまんないっていう方には、うん、ちょっと物足んないところはあるかもしれないですけど、まあそうですね、我々がね、うん、思う思うね、印象と、はい、そう、感じをお話しさせていただきました、ね、ね、次回はまあ、あと2人、残り2人なんでね、はい、はい、どっちやるかっていうのはまあお楽しみに、そうですね、はい、鳥は誰なのかっていうね、鳥ね、はい、はい、ってな感じで、はい、まだね、いやこのシリーズ、ね、順番にね、やっていきたいと思いますね、はい、はい、ACラジオでは皆様からのご意見、ご感想など、どしどしコメントお待ちしております。また、ツイッターもやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。では今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。